そしてあと4コイン？あとね、4コイン。4コインですね。俺さ、ちょっとこれやってほしい。旗揚げね。旗揚げ、これめっちゃ難しいと思うんだけど俺。これな。簡単？いや、いけんじゃない？これ僕やったことある。いや、ちょっと出て、今、じゃあうちで、ちょっとなんか模擬練習。模擬練習？いくで。持ってて、せーので、赤上げて、シード上げて、シード下げないで、赤下げない、赤下げて、シード下げない、赤上げて、シード下げないで、赤下げないで、シード下げて。文ちゃんが今笑った。なんか横練習してる自分がちょっと恥ずかしくなってきた。じゃあやってみよう。やってみよう。そういう感じやろだって。そういうことやね。なんか最後にな。なんかじゃんけんして負けたら取られへんみたいな。意味ないやんそんなん。お手つき3回するとダメみたい。オッケー。お手つきあ、それ俺持ってる。こんなんさ、ちょっとひどくないドラえもんこの厳しいの。そう、うまくできたらチャンスゲーム丸を狙ってスタートボタンを押してね。これ丸に何だった確かな。なんか意地悪やん。2番ね。2番、そう点数をね稼がないと商品もらえませんから。しかもな、これなルーレットやんですよ。チッ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 。あ、そうピッと押さなかった。お久しぶりですね。いいよ。おお。ねっちゃん。もうこと？これで丸にした。ひどないこれボタグリやん。やりたい。そうこれパーフェクトだったらもう確実にもらえるってことやね。ないねんって。絶対このドラえもんが丸×をやんねんって。そう丸見かけです。いいよ。2番8番だ。そばさねえよ。おお。あ、終わりや。これですよ。富崎さん、これが運命ですよ。ゲームじゃないやん。そう。はい。押してや。俺これ恐ろしいゲームだと思う。子供の勝たせてくれないよこれ確実に。子供のお金を根こそぎこしていく。小学なんでや。うそが YouTube チャンネルで踊ってみたライブ映像、プライベート、シェアハウス映像。など最新情報をお届け。チャンネル登録はこちらからみんなよろしくね。よろしくお願いしますね。おお。